ビビアンタム・ビビアンタムはニューヨークをベースに活躍するファッションデザイナー。中国の広東省広州市で生まれ、3歳の時に香港に渡る。子供の頃からファッションに興味を持ち、家族の服を作る母を見よう見真似で、わずか8歳の頃には、兄弟は新年に着るための服を自らデザインし、作っていたという。香港でデザインを学んだ後、 自分がデザインした服を20枚ビニールの袋に詰め、1981年にニューヨークに渡る。1983年チャンスが訪れ、タムの中国にインスパイアされた東洋と西洋が融合したモダンなデザインが高級デパートヘンリー・ベンデルのバイヤーに認められ、人気はブレイクする。1990年に自身のブランドビビアンタムを起こした。 毛沢東や仏陀のイメージを用いたり、非常にカラフルで味やテイストにあふれたデザインで知られている。また東洋と西洋、モダンアートとクラシックなど相反するものを組み合わせることも知られている。日本には1999年に神戸に出展したヒューレット・パッカードとのコラボレーションによりミニノート PC をデザインしたシリーズを発売している。2009年2月に 芍薬の花などをデザインしたモデルを発売。2010年4月には、2010年春夏コレクションのテーマである、バタフライラバーズを元にデザインしたシリーズを発売している。バタフライラバーズというテーマは、中国の4大民間説話の一つである、遼山博と宿泳台に層を得たもの。日本 HP 商品サイト HP ミニ1000、ビビアンタムエディション日本 HP、 ビビアンタンデザインの蝶をテーマにしたミニノート PC 日系デザイン日本 HP スペシャルサイト HP ミニ210ビビアンタンエディションありがとうございます